はい、皆さんおはようございます。今日はね、富津の津浜に来ております。今年はね、あんまりキスが良くないってことで、キス釣りはね、まあまあ遠ざかってたんですけど、今日はね、久しぶりにここで大きめのキス、そしてね、言ってみればちょい投げのね、重く釣りやってみたいと思います。でね、 Google マップね、航空写真がね、だいぶね劣化しまして、以前はね、海の底の状況っていうのがね、 Google マップでだいたいね確認できたんですけど、画像がね劣化したせいでそれが分からなくなっちゃいまして、見ての通りね、ここはね岩礁なんで、 Google マップでね、その岩礁の状況がね分かったんですけど、以前は分かんなくなっちゃったんですよね。だからね、ここはね以前やったことあるとこだとは思うんですけど、記憶がね定かじゃないんで、もしかしたら引っかかるかもしれない。思いがけずね、小雨が降ってきて、綺麗なね虹が出てます。あそこは二重になってるね。だいぶ激しく降ってきました。急な雨でね、ちょっと避難してました。びしゃびしゃになった。虹が出たと思ったら結構な雨が降ってきまして、5分ほどでやめました。重くってことでね、今日はね餌を大きめにつけておこうかなと思います。タックルの方はいつも通りダイワのルアーニスト 86M ですねに、4000番のリールで、8号の重りに自作の、日本針の仕掛けで、針の方はね流線の7号を使ってます。はい、じゃあやっていきましょうね。ここはね、見る限りはね、手前に岩礁があってあまり引いてこれないという感じですね。おっと、当たってる。いきなり当たりましたよ。でも今のはね、フグっぽいな。フグっぽい当たりが2回ほどありました。めっちゃ食われてる。雨はね、すっかりやみました。当たりますね。フグですかね、これ。そろそろね、8月も終わりなんで、キスもね、大きめになってるんじゃないかなとは思いますね。餌が全部なくなった。ちょっとフグっぽかったんで、別の方向に投げてみましょう。ああ、一緒だね。フグですね、これきっと当たるのは。今日はだいぶ涼しい朝で、今気温はね30度ないですね。車の温度計だと28度になってました。で、若干の南風が吹いてます。だ、気持ちいいですね。餌はね、全部フグに食べられちゃう。乗ってます。今乗らないってことはフグだね。針がなくなってないといいんだけど、大丈夫だ。先っちょ食われただけですね。今ね、潮が上がってるんで、効率だけは気をつけなきゃいけない。ちょっとね、ここね、渡るのは結構大変なんですよ。かなりいい当たりしましたよ。期待できるね、これは。でかいキスで、どうしよう。おー、メゴチでした。珍しいね。最近メゴチ全然見なくなったんで、珍しいですよね。メゴチバサミって言われるぐらいぬるぬるしてるんで、メゴチバサミ、これ20ぐらいありますね。かなりいい当たりしましたね。メゴチがいるってことはキスもいます。メゴチがでかかったんでキスもでかいでしょう。
奥行こうと思ったんですけど、もうちょっとここでやりましょう。うわ、また降ってきた。ちょっとね、当たり途切れましたね。フグもね、当たんなくなった。いや、フグ当たってる。じゃあ奥行きましょう。当たりがね、途切れました。奥に行けばね、ちょっとね、森っぽくなってるんでね、雨降ってきても防げると思います。今年の房総の8月はほとんど釣れませんでしたね。7月中はね、確かね、そこまで釣れなかったっていう感じじゃなかったんですけど、8月に入って突如として釣れなくなりましたね。はい、じゃあ奥側に到着しました。もうね、すぐそこは竹岡漁港です。でもフグはいるけど、針がまだね、取られてないから、それはいいことだね。ラッキーなのかもしれないけどね。うわ、潮が上がってくると座る場所がないね。またフグだ。こっちの方がフグが多いかもしれないね。すごい当たる。餌全然ない。さあ、この場所の実力はいつ見ることができるでしょうか。反動ないですね、沖竿。これあれじゃないですか、人手じゃないですかね。人手が貝か、すっごい重たい。あ、貝ですね。やっぱこれ何が言ってるんですか、バイ貝って言うんでしたっけね。これよくかかりますよね、人手とね。はい、バイバイ。おっと、当たった当たった。これはいい当たりだ。かかってますよ、なんか白い。ああ、フグだ。この光ったフグ、ここいるんですよね。これこの光ったフグ、何フグっていうんですかね。はい、やばい、口にかかってくれた、よかった。しかもね、すごい引くんですよね。当たりもね、キス並みに強い当たりです。なんか雨柱はこっち向かってる気がしますね。近づいてきましたよ。今ね、リールだけでさびいてます。最近のキス釣り師はリールだけでさびきますね、竿を立てて。一回フグみたいな当たりがあってもう餌がない。なんか乗りましたよ。これもちょっと重たい。すごい暴れてます。おっと、外れた。抜けました。あ、針だね、フグだね。また虹が出てますね。向こう側はすごい雨降ってるんでしょうね。あれ、また針だね。どういうこと。どうやら錆びてくるより遠目で置き竿にした方が良さそうですね。南風がだいぶね、強く吹いてきて糸がね、たるんじゃいますね。思ってるしかないね。少しだけ重たい感じ。おお、寝心地です。ちっちゃいね。はい、リリースしました。寝心地がいるってことはキスもいるはずなんですけどね。分かってくれませんね。また虹。またこれ雨降るってことですね。向こう側の景色がね、全く見えなくなりました。
すごい雨降ってるんでしょうね。細かいあたりがね、フグのあたりだと思うんですけど、しょっちゅうありますね。ほら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 、あーちょっと雨が降ってきましたね。もうメゴチ、またちっちゃいメゴチ、これどう考えてもちっちゃすぎますよね。はい、バイバイ。ちょっといまいち反応が悪いんで別の場所に移動します。このね、中間ぐらいに行ってみましょう。一時期に比べてだいぶね、釣り人が減ったんでね、どうしてかなと思ってたんですけど、釣れなくなったってことですね。あそこ行きましょうか。あ、ここは岩礁がね、結構先までありますね。やっぱ最初やってたぐらいのところに戻らなきゃダメかな、うん、やっぱ最初のとこ戻るしかないですね。この辺もね、岩礁が結構遠くまであります。足踏む場所がもう水没しちゃってる。向こう側行きましょうか。本当に釣り人減りましたね、ここ。結構ね、今年の春過ぎあたりはここね、駐車スペースがね5台ぐらいしか止められないんですけど、今日はね、その駐車スペースに1台も止まってませんでした。釣りをやってる人は海岸に1人いるだけですね。うわ、岩礁あるんだね、ここ。ここもね、釣りをしたことあるんですけど、そこまでゴツゴツしてるイメージはなかったんですけど、だいぶね、岩がゴツゴツしてるんで、こういう場所は置き竿にするしかないですね。はい、ということで今日は終わりにしましょう。ここはね、だいぶ大きいキスが出ることで有名なね、場所なんですけども、今年のね、房総を象徴するような釣りになっちゃいましたね。なかなかね、厳しい場所ではありますが、例年はね、だいぶね、魚影が濃い場所なんでね、引き続きまたね、秋冬とここに来てキスを狙ってみたいと思います。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。